あら、アンズちゃんがナオズミのお嫁さんになってくれるの？これからはお母さんと呼ばせてください。え、ナオズミってツッチーのこと？ちなみに漢字ではこう書きます。じゃあ今度からツッチーのことナオズミさんって呼ばなきゃ。アンズちゃん、本当に土田先生のこと好きなのね。